狂い好き、2回目ですかね、やっていきたいと思います。さあ行きましょう。2回古地図、これは覚えるのめんどくさいな。まあとりあえず西館と東館の両方を調べてみるか。これは真の打てとメモ帳だ。まだ何も書かれていない。こっちにもなんか、これもそう。2階。あ、これは2階の地図ね。はいはいはい。で、こっちが1階の地図ね。なるほど。とりあえずセーブして。ダメか。ちょっと、もう分けとかなくていいか。とりあえず分けとくか。はい。ここは何かが引っかかっていて開かない。上は行けるのかな。ああ、なるほど。じゃあ俺たちってか私は1階と。黒いシミがついている。これか。なるほど。この辺調べられるの？高そうな花瓶だ。割ったらやばいな。なるほど。ドアノブがない。ああ、これはいずれあれだな。ドアノブを探すイベントがあるね。大広間。これが大広間ね。さっきというかこっちから行ったからこっちから行きましょうか。特にこっちの変化はな、暗いな。スマホの電気を使えって言ってた？オッケー。アイテム、スマートフォン。よくわからないな。なんか。何これは。何かを指さしている天使の像だ。台座に1と彫られている。うん、なるほど。1、燭台だ。でもこのろうそくはもう火がつけられそうにない。これは何？暖炉か。あ、本格的なものは初めて見るな。引き出しの中はペンやインクなど文具が入ってる。なるほど。なるほど、こっち動かない。ほう、ずいぶん絵が描いてありますな。これは鏡に布がかぶさっている。取れないと。こっちはこう行かなきゃダメか。少し暗い炎症の袖が飾られている。なんかこれ人型のシミがついてるように見えるんだけど、気のせいかな。この部屋は何もない？よいしょ。同じか。何もないね。はい。こっちは？同じような、あ、なんかある。はい。金のねじ巻き。ねじ巻き。神社無敵って読むのかな。なんかこの、なんだこの赤い、銃っていうところに印がついてるな。まだようわからない。あ、こっちにもなんか似たような像があるよ。はい。何かを指さしてる天使の像だ。台座に2と彫られている。夕焼けの風景が、ピンクの色が、よくわかりませんな。これは？こっちは取れる？こっちも取れない。はい。これ調べられるのかな。あ、おいおい、なに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 、どうした？あ、びっくりした。ちぃ、マジで割れねえな。あー、もういい、適当にどっか調べるか。そっちの方が賢明かもな。クソ、お前もさっさと動けよ。あ、この部屋の英語の本とかやたら多いみてえだけど、気になるもんがあったら情報共有しとけ。京也が何とかしてくれるだろう。京也？ああ、その手があったか。あいつ昔は海外で暮らしてたからな。ロビーに置いとけばそのうち京也が受け取るだろう。訳してくれんじゃね。わかった、そうする。うん。おお、だいぶ晴れてきたな。おっ、びっくりした。少し疲れてるのかな、俺。
なかなか怖がらせてくれるね、これね。やたら神々しい背景が描かれている。こっちはいけないと。はい。中世のヨーロッパの人々の生活が描かれている。海に進んでいく夕日が目を引く絵だ。こっちから先に行こうか。はい。ごめん。桜の模様が描かれてる。鍵がかかってるようだ。なるほど。月の鍵をゲットしたんだよね、最初ね。こっち入れると。いろんな形の鍵をした、形をした鍵があるんだろうね。西洋ファンタジーのような風景が雄大に描かれている。なるほど。盛大に開かれた宴を楽しむ男女の姿が描かれた油絵だ。ランプスタンドだ。燃料は空のようだから使えない。これは？天使の示す我を求めようと十字架に書かれている。ダイヤルのついた鍵がある。なるほど。天使十字架。さっきの部屋だな。なるほどな。あ、そっか。7時半までに戻れって書いてあったな。5分経過。これは何？特にない。オッケー。じゃあちょっと待って、さっきの部屋に戻ろう。さっきの1番目の部屋に戻って、これが1だよね。1で、これが指してる絵だよね。あ、十字架あるね。1、2、3、4、5、6、7、8、え？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9。9個ね。9個。9個と、こっちは、これか。1、2、3、4、5、6。96じゃない？ 96 って入れればいいんじゃないかな。違う？おい、ちょ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 、待って。96。あれ？これ、あ、こっちか。9。あ、ちょっと待って。9。ちょっと待って、なんかコントローラーが言うこと聞かないな。キーボードでやろう。ここでいいんじゃない？ほら、いた。英語のレポート1を入手した。なるほど。もう何も入ってない。アイテム。英語のレポート。あ、これを、そっか、ロビーのところに渡して、京谷に渡して、訳してもらえばいいのか。なるほどね。これだ。そういえば、英語のレポートの翻訳を京谷に頼んでみようかな。レポートを妙に挟んでおいた。京谷へレポート、みちる。金庫から変なレポートが出てきた。翻訳できるのやってくれ。ここに置いておく。なるほど。ちょっとセーブしようか。なんかあんまり出てこないっすな。敵というか、なんというか。ここ、お、いるじゃん。お前、顔色少し悪いぞ。お前なんか嫌な感じとかしないか？え？よくわからないけど、さっきと違って嫌な空気がするんだよ。それになんか怪我がするっていうか、害はあんまりなさそうなんだけど。なんだよ、それ。変なこと言うなよ。あ、悪い。お前の言う通り、変に不安にさせるのは良くないよな。今のみんなには言わないでくれ。特に隼人には。あいつ本当気が弱いから、今は変に萎縮されると困る。カイドウ？そんな感じには見えないけどね。あのピンクの子かな。中学まではいじめらしいタイプだったんだよ。だからきつい言い方とか控えてやってくれ。なるほど。本当に仲いいんだな。小さい頃から一緒だったし、自然と仲良くなっただけだよ。お前とシンだってそんなもんだろ。仲いいように見えるのか。元は仲良かったように見えたけど違うのか。いや、そうらしいな。お、え？なんか今、右側で 動いてたけど、ちょっと別の場所に行ってくる。え、ああ。やばい。出てくるね。出てきたね。この辺から。
はい。じゃあ次はこちら。これが東館って書いてあるのかな？あ、いましたね。いましたね。いたね。蓮の模様が描かれてる。はい、なるほど。ここ入れない。ここは？金箔がところどころに貼られた花瓶。よく盗まれないな。ここは？桜。ちょっと待って。桜の模様が描かれてる。なるほど。第二東館。なるほどね。ここは？農民の女性たちが麦畑を歩いてる絵だ。日が昇る光景はきれいに描かれてる。で、こっちはいけないと。じゃあ手前から入る。厨房っぽいね。薪を使うタイプのオーブンだ。デザインからして舶来物っぽいな。よいしょ。昔のかまど。昔の人は火を起こすのも大変だったんだろうな。なるほどね。同じ。はい、ここは？変わった作りの流し台だ。汲み上げ式の蛇口がついている。ここはないと。箱がある。中に何が入っているとか開けられない。開けられない。配膳台だ。金持ちの家だってわかるな。なるほどね。蓋が開かない。もし食材が入っていたら開けない方がいいな。確かにね。どのくらいかかるかわかんないもんね。ワインなどいろいろお酒が揃っている。すごい量のお皿がびっちりと。同じ。この中も貼られてるけど。食事に関する報告や食材の調達依頼などは必ず連絡日誌にて記録しておいてくださいと書いてある。ここは特にないね。ちょっと隣。これは？振り子時計、振り子式の柱時計だ。相当年季が入っている。ひし形のくぼみがある。何かを無理やり取り出した形跡がある。多分ここに侵入した誰かが盗んでいったんだろうな。なんか、ここ怪しい。あ、でもあれか。この向こうは、だって廊下だもんね。特になるわけじゃない。何かがあるわけじゃないか。伝言板やいろんな能面が飾られてる。不気味だな。これは？また誰かいる？ 掃除道具がきれいに迫られてる。ここ特にないと。あれ、いけないよ。あれ、いけない？あ、こっち行けんのか。この般若の面が何？般若の面がやたら高く飾られてる。長い角が特徴的だ。特に何かがあるわけじゃないね。ちょっとコントロールが難しいね。よいしょ。どうすりゃいいんだろう。ここは蓮の文様。ここはさっきいたとこだもんね。あ、ここのパズル、あ、さっき言ったパズルってこれか。違う、どうすりゃいいのこれ。どうすりゃいいの。動かないけど。違う色のピースがある。今は、こうすれば、ダッシュとかできないのかな。お、びっくりした。なんか今走ってきたね。光ってるけど。レポート完了。来た。変なもの拾ってこないでよ。一応翻訳してみたけどさ、あんまり役に立ちそうな内容だとは思えないかというね。そのレポートはどこで見るの？あ、これか。調査報告書1を入手した。京谷に翻訳された英語のレポートだ。調査報告書1。バレリオ・モンレオーネ。ああ、買い取った人かね。9月15日、古来から教会で保管していた魔術書が悪魔崇拝者により盗まれてしまった。あの本は多大な地位を与えるが、それと同時に人を迷わす禁忌の本だという。犯人の一味である男が日本にいるとの情報へ捕まえることに成、あ、捕らえることに成功したが、黄金の書は日本人に渡したとのこと。あれは表に出てはいけない品物を早く回収せねば。
11月8日、例の日本人が住んでいたという屋敷に着いた。ここで起きた事件が気がかりだったが、不穏な空気は感じられない。教会の働きにより、警察による捜査を打ち切られたため、余計な手を加えられず、私も調査ができるが、この屋敷の広さでは時間がかかるかもしれない。それに厨房で青い日誌を見つけたが、日本語はまだ不慣れな私には大変だ。だがこれも重要な任務、本の回収に努めなければ。本の回収、台所、確かちょっとセーブして、最初に行ったとこじゃない、ここじゃない、資料室なかったっけ。あ、そうだよね、ほら、あった。使用人の日誌、古びた青に日誌がある。表紙には連絡日誌と書かれている。おお、使用人の日誌、連絡事項。何者かによるつまみ食いが発生しております。厨房だけでなく、食堂での食事準備中にも発生したとのことです。旦那様は笑っておられましたが、食の場を管理している私としては見逃しません。そのため、八雲様からからくり箱を拝借して、それに厨房及び食堂の鍵を管理します。その箱は手順取り動かさないと開けられない仕組みになっておりますので、各人手順を覚えるようお願いしますと。底面を手前に少し動かす。右側の多く3つのパーツの真ん中を右に動かす。左側にある3つのパーツを左、これちょっとね、これあれだな、メモっといた方がいいっていうか、しゃべっとこうか。あったよね、なんかね、食堂っていうか、食堂にあってね、箱がね。申し訳ありません、パーツを動かす方向を左右逆にするし、なるほど、はいはい、なるほどね。ちょっとじゃあもう一回セーブして、ちょっとセーブしすぎ感がありますが、で、食堂ってどこだっけ、食堂って確かどこだっけ、食堂、あ、台所だね、はい、あそこね、はいはい。あれ、また光ってる、何これ。みんなへ、隼人、残念ながら進展なしっていうか、誰か菊のマークのついた鍵とか見つけてない？2階の西館に入りたいんだよね。なるほど、2階の、これダッシュとかはできないのかな。あ、できそうだね。まあ、ちょっと待って。あれ？これだ。これでダッシュか。なるほど。はい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 。入れない、うまく。ここにあったね。これだね。はい。箱がある。ちょっと待ってください。さっきしゃべったんで、画像出しましょう。底の面を手前に少し動かす。左右逆だって書いてあったもんね。手前に、3つの右側面の動くパーツの真ん中を右、左、あ、いいか。パーツの真ん中を左だね。これだ。で、左側面にあるパーツの上を、パーツの上を右に、これだ。OK。一番上ね。ハスの鍵。あ、あったね。ハスの鍵あったね。ハスの鍵はここじゃなかったっけ？そうだね。アイテムで使うのかな？ハスの鍵。ハスの鍵を使った。お、なんかあるじゃん。紫の式1を入手した。古びた紫色の表紙の式だ。大正5年10月8日、先々代が建てられたこのからくり屋敷も学生寮としての改築が終わり、からくり屋敷だったんだ。本日から昭仁様ご夫妻もここで暮らし始めることになる。未来ある若者たちを見守ることが楽しみなようだ。小夜子様は体が弱いため、お二人の間にはお子様は難しいかもしれない。そのためお二人が若者たちを支援しようとする気持ちを私も尊重したい。大正5年10月17日、小夜子様の計らいで住み込みで働く少女が来た。実に真面目でいい子だ。孫とも仲が良く、この調子ならし早く仕事を覚えるだろう。学生たちもこの寮の生活になり始めたようで、おのおの勉学に励んでいる様子に秋人様たちも喜んでおられる。御影の執事であるこの役も、もお二人が幸せそうで実に喜ばしいこと。さっき入ってったなんかおじいちゃんらしきで幽霊が役もさんなのかな。捜査はこんなもんかな。時間来る前に集合した。なるほど。
もう捜索完了と。あとは？ちょっと待って、動かない。OK。コントローラーが。特に、ここは？ここも大丈夫かな？献立。ここが食堂なんだろうね。じゃあ戻りましょうか。お、みんな来た。何かあったか？いや、今のところは、こっちも同じ。こっから出るのに役に立ちそうなものもない。はあ、あんまり進展ない感じか。公平は？さあな、俺は知らねえ。一回見かけたけど、それ以来俺も見てないな。公平のことだし、少し待ってりゃ来るでしょう。隼人、何その汚い子供用の傘。そこで見つけた。何か使えるかなって。あ、名前が書いてある。雨宮だって。何？おい、なんでこれがここにあるんだよ。お前やっぱりここに来たのか？知らない。名字が同じってだけでく。え？だってみちるは神崎じゃないの？はあ、偶然なわけねえだろうが、雨宮なんて名字、ここら辺じゃお前らしかいねえよ。だから知らないって言ってるだろ。現に来たとしてもあの事故で何も覚えてないんだ。仕方ないだろ。というか、お前こそやっぱりってなんだよ。ああ、ごめん。二人の喧嘩の理由がわかんないんだけど、なんであれが神崎のものになるの？そうだよ、神崎だもんね。なんで僕に聞く？今の会話から察するに、あいつの旧姓が雨宮だってことじゃないの？ああ、なるほど。片親になっちゃったよな。僕と同じ片親だし、なるほど。へえ、じゃあ覚えてないって何？こいつ昔交通事故あったせいで、それ以前の記憶がないんだよ。は？マジ？全く覚えてないの？ああ、だからこの傘も知らない。遅い。へ？公平だよ。いつまで待たせる気なんだ？確かに遅いね。いつもは時間にきっちりしてるのに。面倒だけど二手に分かれて公平を探すよ。僕は、シンと一緒に探す。隼人はそいつと一緒に探して。え？あ、うん。じゃあ僕たちは西館を探してみるよ。2階の方も一応見てみる。わかった。じゃあこっちは東館を探す。シン、行くよ。ああ。ミチルの傘を入手した。さっきさ、2階でこんなの見つけたんだ。階か、なんだろう。何を、地図だね。お、2階館内。なるほど。館内図入手しました。OK。へえ、いいの見つけたな。うん、早く公平探しに行こう。はい。というわけで、ぼちぼちいい時間なんでね、2回目はこの辺にしたいと思います。よかったらね、チャンネル登録の方と、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい。今回は以上です。バイバイ。